こんにちは、吉谷さん。考え方がね、やっぱり稼げる人と稼げない人とか、うまくいく人とうまくいかない人っていうのはだいぶ違うんだろうなと思います。ちょっとその辺でですね、まあ私はこういうふうに考えてるよっていうことを極めて主張したいわけではないんですけども、一つの現象をちょっと聞いていただきたいと思うんですよ。私今ね、町内会長をしていまして、町内会の集まりにはまあ率先していかなくてはならないんですよね。で、私が家から出るときってこれしかないんですよ。町内会の集まりに行くときだけなんですよね。で、町内会の集まりに行くと、その招集する段階でね、何人ぐらい集まりますかっていうふうにメンバーの方に聞かれるんですよ。で、今日は15人かなって言ったら、ちょっとなんか感染が怖いんで休んでいいですかっていう話になってきたり、まあ、30人ぐらい集まるときはね、本当にね、休みが出ちゃうんですよ。で、5人ぐらいのときは防護服かけてね、で、もう手洗いして温度計測ってくるみたいなことがあります。で、皆さんね、すごくね、感染症に対して慎重になってるんだなっていうのがわかるんですけども、私から見たらね、毎日すごく危なっかしい暮らしを送ってるなとも思えるんですよ。これはね、本当皆さんそれぞれ仕事があるんで仕方がない部分があるんですよ。でも、やっぱりこう、大人数が集まる会社に行って、で、それなりに防御策は取ってると思いますけども、それでもね、すし詰めになる瞬間とか、エレベーターにぐっと密になる瞬間とかね、結構あるみたいなんですよ。で、仕事によっては、まあ、接触しないといけないものもあったりとかね。そういうことがたびたびあって、でも、そういう方は、出勤した時の服装と帰ってからの服装は同じで、マスクも使い回してるというふうに言われてました。で、なんですかね、手洗いはするけども、顔とか髪の毛は別にそのままみたいなね。私に言わせるとね、手が汚染されてるっていうふうに考えるんだったら、こういうところも同じじゃないかなと思うから、帰ってきたらやっぱりね、髪を顔を洗ってうがいするみたいなこともいるんではないかなと思ったんですけども、まあ言わないですよね。で、要するにね、私はどちらかというと感染症に関しましてはもう放置プレイでいいんじゃないかなと思うんですよ。一定のレベルで安全策を取ったら。でも、その一定のレベルっていうのが、私の場合は家からほとんど出ないんで、多分どんなに慎重に行動して外出して会社に行かれてるよりも、客観的に見ると私の方がね、完全防御だと思うんですよ。まあ、人に接触しないわけですからね。で、町内会の集まりに行った時が私は唯一人と触れる瞬間なんですよ。でも、他のメンバーさん、町内会に集まる方っていうのは、町内会の集まりが一番人数が少なくて一番密でないところなんですよね。でも、そこも怖いということでね。なんか、いろいろと考えられてるみたいです。で、私がすごく妙だなと思うのは、うつされるよりもうつす方が怖いと言われてるんですよね。自分がもしかして感染してるかもしれないと。で、それを知らずに人にうつしたら、やっぱり嫌だからっていうこと。すごくね、他の人思いだなと思うんですけども、私が今のところね、半年以上、こういうふうに聞き取ったところ、一人もいないのがあるんですよ。それはですね、PCR 検査受けられました？人にうつすのが心配だったら、自分がかかってるかもしれないと思うんだったら、まず検査をね、定期的に、それは週に1回、月に1回ぐらい受けてもいいんじゃないですかっていうふうに聞くと、受けてないっていうわけなんですよ。で、どこで受ければいいのかわからないし、これ保健所がなんか全然受けさせてくれないんでしょっていうんで、いや、そんなことないですよと。通販でもう、ペット、唾液で測れるキットがありますよ。30分後にはもうわかるんですよ。で、これ半年間言い続けたんですけども、未だに一人たりとも PCR 検査を受ける人はいないということなんですよ。で、中にはね、もし検査があって陽性が出たら、もうどうすればいいか分かんないと。家族の近くにいても、なんか悪いんじゃないかなと思って隔離とかになっちゃうから、だから受けないんだって言うけど、それは受ける受けないに関係なく、陽性であることに気づいてない段階で、他の人に移すリスクっていうのは変わんないわけですよね。いや、本当に立ちが悪いと思うんですよ。だからね、どこどこで変えますよってことをね、お話してるんですよね。もうでも、実はね、日本で、その PCR 検査のキットっていうのがね、どのくらい入手できるかっていうと、1日に、まあ、20万件をね、目指すらしいんですよ。だから20万件いってないんですよね。全国で20万件。だから全然追いついてないんですよ。で、全国民を測ろうとすると、日本の生産量でいくと3年半かかるんですよ。ね、だから、おそらくね、これ、PCR 検査を、なんかこう、受ける波が来たらね、もうキットが手に入らないっていうふうな、以前のマスクとかトイレットペーパーみたいな状態が起きて価格が高騰するんですよね。だから受けるのは今のうちだし、もしそのキットを確保するのは今のうちなんですよ。ほとんどの方が危ないと感じて、でも買わないやらないっていうね、この集団心理から抜け出せない今なんですよ。で、どこで購入できるかってことも私ももう言いません。品薄になってきて、ちょっと値段が上がり始めたんでね、
ちょっと前8000円でできたんですけど、今ね1万4000円になってるんですよ。チラッとだけお見せしますね。これを、この大きさですよ。これが今1万4000円です。以前は8000円でした。もう、私はもう教えないときます。品薄になってしまうんで。で、こういうふうに価格が安いときに、やっぱりね、買わないと。価格が高騰してみんなが欲しがるときに、後追いで欲しがる。これが大衆心理かなと思うんですよ。今はマスクなんて二足三門なんで仕入れ時なんですけども、街中に溢れてると今度はね、誰も買わないですよね。私はこっそりと万の単位でも仕入れが完了して部屋パンパンですよ。だからそういうふうに逆張りしていくことで、私は、多くの方が狼狽してる中で、まあ落ち着いてね、暮らしもできるし、ともすれば自分の余剰分を上げることもできるんで、まあ今年もマスク2万枚をね、こう、視聴者さんに送料私持ちで配布したわけなんですけども、こういうことができるんですよね。で、これは何のためにやるかっていうと、やっぱりその逆張りをしてると今も違うんですよってことをね、お伝えしたくって、品薄の時に手に入れようと思うのか、それとも街中に溢れて品崩れして、根崩れしてる時に手に入れるのかって、この違いであるんですよね。しかもシンプルなんですよ、これ。やり方簡単だし。今買えばいいんですよね。今マスクがいくら積まれても誰も買わないような状況ですよね。だから今この時に数千個とか数万個の単位で買っても知れてるんですよ。ちなみにね、今ね、最安値で1枚2円なんですよ。2円ですよ。1万個買っても2万円なんですよ。ねえ。だから一時期は1個が100円だったんで、100枚買うと1万円だったんですよ。なんかこういう風に値段変わってきてますしね、情報の価値もこうやって変わってくるんで、本当にね、みんなと同じようにやったら、えらい目に遭うなぁと思うんですよね。で、みんながそうやってるから大丈夫、みんながそう思ってるから大丈夫っていう風になってきてしまうと、まあ、まだはもうなり、もうはまだなりなんだろうなと思いますよね。で、吉田さんが言われたようにね、発信することを前提に買うっていう習慣もほとんどの方がついてないんですよ。発信すること前提ね。例えばね、これなんだと思います？これ。このアップルの製品みたいなね、このデザイン。さあ何でしょうか？これはね、ほら、実は鼻毛カッターなんですよ。これね。こんな感じです。で、USB で充電するんですよね。スタイリッシュ。で、同じシリーズでこういうのがあります。これはシェーバーです。ウィーンとね、行くわけなんですけども、これも USB で充電します。これが値段が下がったり上がったりするんですよ、これ。ある時は700円、ある時は2980円なんですよ。ここ数年ずっとそうなんですよ。私は底値で10個20個もう粗ざれ買って、そうすると値段が上がるんですよね。値段が上がると、ちょろ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 1個2個売れるんですよ。値段が下がると、あんまり買う人いないんですよ。で、私は逆にですね、値段が上がったら1個も買わずに、値段が下がると全部買いってことをやって、まあこんなね、小さな市場ですけども、若干操作してるような感じです。ですんで、自分の判断が正しいかどうかっていうことはね、周りを見ればよくわかるんですよ。みんながやっていることと自分が思っていることが一致していたら、それは不正解だということなんですよね。私はそういうふうに感じてるんですよ。40からネットビジネスうまくいくわけねえだろう。だからやるとかね。継続できないよっていうふうな気持ちが大多数を占めているときに、継続すれば出し抜くことができるとか。非常に簡単な原理だなぁと思います。あとはね、ちょっと勇気があるんですよ。みんながやってる時にやらない。みんながやらない時にやるっていうふうな、この逆張りっていうのは結構勇気がありますよね。PCR 検査受けてますかって聞いて、久保さん受けてるのって言ったら、全然余裕で受けてますよって。週に1回受けてます。まあ、簡単に手に入るのも通販で。今年に入って1回たりとも買えなかった日はないですとかね。で、どこどこのメーカーが出してます。日本のメーカーも出してました。で、今はここです。あそこです。今はアメリカなんですけどね。で、中国ではね、1日に200万件の PCR 検査が受けられてるんですよ。5日間で1000万件です。このペースなんですよ。でも多くの方はこういうことすら知らないし、興味がない。自分が受けるつもりがないからですよね。もちろん、受けない、受けるは自由なんですけども、自分がかかってるかもしれないと思うんだったら、人に迷惑かけちゃいけないと思うんだったら、やるもんじゃないかなと思うんですよね。だからね、人の発想っていうのは、いつまで経っても、変わらないんだろうなと思いますし、私もその一員でしたから、あえてね、じゃあ思ってることと逆に言ってみようと、多くの人が選択しているのと逆の方向行ってみようっていうふうに考えるようになったんですね。まあそれがだからスマホアプリの時からですよ。アプリなんて難しくて作れないんじゃないのって、専門用語必要なんじゃないのっていう中で、スマホアプリ作れますよ僕みたいなね。まさにそれがあの時なんですよ。
スマホのアプリ僕作れますから、なんか言ってください、オーダーしてください、作りますんでみたいな感じですよね。で、オーダーがあった時に、あ、こういうのはちょっと私作ってない専門外ですって断ることができるんですよ。でも多くの場合がスマホアプリでできるものばっかりのオーダーだったんで、まあ作って作って作ってって感じでしたね。で、作り方の指導をして、作り方の指導をしてみたいな感じで、ダブルインカムみたいな形でございますね。思えばあの時に高額商品を売るっていう体験ができたのかなと思いますし、まああるね、政治家さんに対してもアプローチして二人でね、秘密であって、あなたの政策が有権者のスマホの中に入りますよと。24時間有権者の方のポケットやこの枕元にね、あなたの政策がこの中に入りますよってことでオーダーも取ってるんですよ。うん、まあそんなことをね、思い出して懐かしいなと思いました。うん、まあですんでね、なんですかね、みんなが進む方向に答えはないと思うんですよね。うん、みんなが進んだ方向に何があったかというと、まあローン破産とかね、任意売却とかね、リストラとかじゃないですか。うん、なんかね、その孤立を恐れないことかなと思いますし、安定を求めるよりも不安定を乗りこなすことかなと思いますね。うん、今日はだからそういう形で締めましょうかね。少数決の時代、多数決から少数決の時代に生き抜くにはね、うん、不安定な世の中、安定を求めるよりも不安定を乗りこなせということじゃないですかね。うん、まあそんなところにしましょうか今日は。いってらっしゃい。